頭打って気絶危ないな。こんにちは、はじめ社長です。というわけで皆さん、カモフラージュペイントというものをご存知でしょうか。こうなんか部屋とかって風景とかあるじゃないですか。模様とか物とか壁の模様、家具、いろんなものとかがあって、その風景っていうのが決まるんですけども、その風景に人をこう紛れ込ませる、人がいないように見せるペイントができるカモフラージュペイントというものがあるんですよ。今回はそんなカモフラージュペイントのプロの方にお越しいただいております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで、はい、カモフラージュペイントさん、あ、ボディペイント、あ、ボディペイントさん、はい、よろしくお願いします。はい、普通のペイントとはやっぱなんか違うんですか。なんか見たことあります、はい、動画で隠れるんですよね、壁とかに。そうですね、壁と一体化させるみたいな感じのペイントです。なるほど、今回それをやっていただけるということで、はい、っていう感じで僕がやろうと思ったんですけど、はい、それで僕昨日まで胃腸炎で寝込んでまして。本当ですか。そうなんですよ。リアルですか。はい、39度まで出ちゃって大丈夫ですか。でもちょっとやめやがれで、はい、多分脱いだりした方がいいんですもんね、絶対。こうそうですね、基本は裸の状態で。そうなんですよ、ね、すいません、裸になりたかったところなんですけど、今日ですね、代わりの被写体準備しております、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ビッグミートミート先輩です、よろしくお願いしますじゃあ体重は何キロですか。75とかですか。おお、俺より5キロ多いんですよ今。75キロで体積も大きいんで、あとあのワイドなんで、彼でカモフラージュアートで隠れることができたら、はい、きっと大抵の人は隠れれるんじゃないかっていう証明になると思うんで一番いいのではないかなと思って、今回バッチリだと思います、はい、この子にさせていただきます、はい、というわけで早速、はい、カモフラージュ、早速カモフラージュアート、カモフラージュ、カモフラージュ。さあ今回の場所はここですね。このカーテンとかどうですかね。こうやって今誰が見ても哲也がいるなって分かるやつが分からなくなるってことですね。そうです、透明人間のようになります。この体積が分からないように背景と一体化させてしまいます。すげえ、めっちゃ楽しみ。でこれどれくらいかかるんですか。多分6時間ぐらいになるんじゃないかなと思います。よろしくお願いしますついたらもう茶色。なんならもう今もちょっとわかんないですよ。すでにですね。ちょっとマジでしょ。すげえ、チョコボール大佐だ。完成です、ありがとうございます。マジでわかんないです、これパッと見わかんないですね。わかんないです、本当にわかんないです。ポイントはどんなとこなんですか。
ポイントはカーテンの色と同じ色を作って。ですよね、はい、そう全く同じ色に塗ってみました。いやすごい柄ももうすごいそっくりですね。柄も同じように丸く描きました。いや すごいよもうなんかその首とか頭が全部カーテンの柄に繋がってるのがすごいですよ。あそうですね、そのなんか切れ目をたどってこう柄を入れるようにして。いやこんなに完全に擬態できると思ってなかったんで、正直僕はもうカーテンの気持ちですね。え4時間ぐらい、4時間で4時間、ありがとうございます本当に。いいえ、ありがとうございます。いやでも本当この角度でしかこうバシッて来ないってことですもんね。あそうですね、もうこの角度で合わせて描いてるので、多分横から見たらまたちょっと違う柄に見えちゃう。そうなんですよね、角度で描いてるからこっから見るとやっぱ斜めになっちゃうんですね。なんかこうカーブしてるように見えるので、ターゲットはこっから見れるようにすればいいってことですね。そうですね、 OK です。はい、というわけで早速カモフラージュペイントを使った設定がここにいますので、気づくのか気づかれないのか実験してみたいと思います。もうこの部屋俺の部屋なんで、普通に俺が呼ぶのがすごい自然だと思うんで、俺が呼んでこうやって通ります、ここ俺が呼びます、呼んでここ通ってこう行くんで、その間に多分絶対視覚に入るんで、気づくか気づかないか検証していきたいと思います。では行こう。バレちまったか。バレたか。それはこりおもろい、めちゃめちゃおもろい。これは分かっちゃいます、ね。これ分かっちゃうか。分かっちゃいました。俺だから気づいたかも。え